裕じゃない余裕じゃないの、吐きそう20分前です、はい、吐きそう鹿なるほどね、あー面白そう、サーカスっぽいね、ちょっとで、天井開くと屋根開きます、はい、ねえ、なんかやっとこう人の前でお客さんの前でできるっていう、そこが一番大きいっていうか、やっとこう音楽を通して表現できるっていうのは本当に長らくだったんで、やっとって感じですね。見てみたいな、一番そこその分もビビってビーってなってんのが多分ギャン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 って感じました。今まで通りに行かないからこそ新しいことやりたいなって言って、こういうアコースティックセッションっていう形でスタートしました。ね、やっぱり一つ一つの楽器がまあ、うちらには絶対表現できないものなんで、それ一人ずつがこう変わってくれることによって、どん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 やっぱアレンジの幅も広がっていったし、可能性も広がっていったんで、みんなでまあ一つなんですけど、大きさ、音の塊みたいなものを楽しみながら届けたいな。まあ、あと1500人の人たちしか来れないっていう、まあ、それもすごいスペシャルなことなんで、でも近いからより緊張感あるかもしれないですね。めちゃくちゃ目も合うだろうし、その時どう反応しようかなでもやっぱりこうみんな待たしてしまったし、すごく待ってくれてた人がやっぱ今日来てくれると、久々の再会感が強いんじゃないかなっていうか、うん、ちゃんと一人ずつに届けて気持ちよく帰ってもらったらいいな。